初雪が降ったら、ストーリー、宗像栄作。出演、大川泰樹。初雪が降ったら、と、少年は空を見上げた。初雪が降ったら、初雪が降ったら、告白をしよう。少年は空を見上げたまま、憧れの人を思った。なぜ告白という言葉を使ったのだろう。なぜ初雪の日を思い浮かべたのだろう。なぜ初雪という一年に一度の時に告白をと思ったのだろう。少年はとても初々しい気持ちになっていた。少年は初雪と告白、この二つの言葉に相性の良さを感じていた。水分が結晶となって、そして雪になる。元あるものが形を変える。別のものになる。液体が固体になる。透明が白色となる。つかみどころのないものが手の中にしっかりと握りしめることができるものになる。その変化、変容、変幻を望んだのかもしれない、と少年は思う。告白することによって、明日が変わるかもしれない。今の自分とは違った自分に会えるかもしれない。少年は、その思いに満足しながら、再び空を見上げた。果たして、少年が決意してから1ヶ月、雪が降ることはなかった。少年は、告白の文面を考え、手直しをし、そのために長くなってしまった文面を削り、削ったことで、言葉足らずになった文面に言葉を足した。少年は何度も何度も言葉探しの旅に出かけていった。そして、初雪が降った。しかし、手直しに手直しを重ねるばかりで、告白文は未完成のままだった。少年は告白の最初の機会を失った。そして2年目の冬が来た。明日の朝方には今年初めての雪が降るでしょう。少年はその夜、長いこと星のない空を見上げていた。闇に包まれながらも、空は凛として透明な気配を漂わせていた。息は白く、頬は張り詰め、手はいてついて。しかし、心は熱かった。そして翌日、少年は高熱を出し、医者から外出を禁止された。予報通り、その年の初雪は降り、少年は暖房の効いた部屋の窓から、ひらひらと舞い落ちる雪を眺めていた。少年は、またも告白の機会を失った。そして3年目の冬が来た。
町から色を奪うように雪がしんしんと降り注いでいる。その年の初雪だった。少年は憧れの人へ電話をかけた。すっかり暗記している数字を震える手で押した。憧れの人をコールするその音が波打つように揺れていた。留守録に切り替わることを覚悟したとき、彼女の声が揺れながら届いた。ごめんなさい、気づかなくて。少年の喉が渇いた。今日会いたいのだけれど。少年は渇きを鎮めるように喉を鳴らした。ごめんなさい、今ね、と一度区切ってから南の島の名が聞こえてきた。その年の初雪が降った日、憧れの人は日本にはいなかった。少年は降り注いでくる雪を見上げながら電話を切った。少年はまたしても告白の機会を失い、その翌年、憧れの人が遠い地へと引っ越していくのを遠くから見送った。そしてまたその季節がやってきた。少年はもう諦めかけていた。自分には運がないのだと。冬が来ても天気予報が寒さを告げても少年は心を動かさなかった。初雪という言葉も告白という言葉も遠くなっていくことを感じた。そしてその日がやってきた。目覚めるとそこは一面の雪だった。一晩で積もるほどの雪がその年の初雪だった。少年はその初雪に心の奥にしまったはずの言葉が浮き上がってくるのを感じた。告白しなければ。憧れの人を思い、会いたいと思い、伝えたいと思った。伝えたい。その流行る気持ちを抱えながら、しかし少年は数日の間じっと心の中と向き合っていた。初雪、年に一度の機会にかける、その愚かさに少年は気づいた。初雪と告白、この二つを関連づけることでわざと可能性を小さなものにしてしまった。少年はそのことに気がついた。勇気のない臆病な自分を正当化するために初雪が降ったらと自分への言い訳を用意していたのではないか。告白できない自分の不甲斐なさを隠そうとしていたのではないか。少年は思った。初雪が降ったら告白しようではなく、ただ一言、告白しよう。その一言で十分だと。少年は遠い地に暮らす憧れの人を目指して列車に乗った。いくつもの駅を過ぎ、いくつかのターミナルで乗り換え、
山を、谷を、川を、町を、村を越えて、そして憧れの人の住む駅に着く。ゆっくりと列車の扉が開く。風がひんやりと頬を過ぎた。ホームで待っているから。憧れの人は遠目にもその人だと分かった。少年は一度立ち止まってから一歩一歩確かめるように憧れの人へと向かった。こんにちは、こんにちは。憧れの人が微笑んだ。少年の固い口元にも微笑みが浮かんだ。あ、雪よ。憧れの人が言った。あ、雪だ。少年がつぶやいた。憧れの人だけを見つめて、少年は雪の気配に気づかなかった。初雪よ。憧れの人がささやいた。初雪か。少年は心の中でささやいた。